ハイダ語は、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、ハイダ・グアイト、アメリカ合衆国、アラスカ州、プリンス・オブ・エールズ島に住む、ハイダ族の固有言語。ボゴワ社は三集落に住む、数十人に減少しており、消滅が危惧されるが、若い世代への教育の試みもされている。文法的に似ていることから、エドワード・サピアは、ハイダ語を名でね、語族に含めた。 しかしその後の研究により、孤立言語とするのが定説となっている。2008年に、ナデネ語族とシベリアのケット語を同型とする研究が、発表され有力視されているが、この研究でも、ハイダ語を同型とする証拠は見出されていない。ハイダ語は大きく南、北の両方ことに分けられる。北部方言はさらに、アラスカ方言とマセット方言に分けられる。南部方言には、 スキドゲート方言及びすでに消滅した、ニンスティンツ方言に分けられる。母音は、方言により違うが、長短の区別を含めて7ないし10種類ある。死因は大気音、放出音、声門化音などを含み30種類以上ある。音節構造は、単母音の前後に単数、または、複数の死因がつく構造を基本とする。成長、または、肯定アクセントがあり。 語の弁別には、あまり重要でないが、語形変化に影響する場合がある。文の構造は、語順、代名詞の角表示、高知詞などで成り立ち、動詞は必ず文末に来る。語順は SOV 型が、一般的だが、主語 S が、目的語 O よりも、上位であれば OV 型でも表現できる。名詞の数、格による変化や、動詞の認証、数による一致はないが、動詞に、 主語、目的語を表す接語型白名詞、また、動詞の種類によっては、目的語などの数量、類別を表す、接頭字がつく場合がある。動詞にはさらに多数の接字、または、接語が付いて、文法的機能や派生を表す。動詞には現在、過去、水量の三つの基本活用型があり、これに、蒸気のような接字、接語がつく。過去でも、 直接的経験によらない場合は水量型を用い、未来時世は現在形に設備字をつけて表す。形容詞は動詞と区別がなく、また、男であるなど、人間の種類や、子あるなどの数量表現にも動詞が用いられる。代名詞には、主格と目的格の区別があり、一人称と二人称には、単数と複数があり。 それぞれ独立型と動詞などに設備する接語型がある。ハイダ語は活角言語と考えられ、自動詞では種類により、主語が他動詞の目的語と同じ格を取る場合も多い。接語型代名詞は、名詞の所有などの表現にも用いられる。類別説頭時は、数百種類に上り、名詞、数量詞や一部の動詞に接続する。他に定冠詞、 部分監視に相当する設備字がある。助詞に相当する説語として、高知誌の他に、副助詞に相当するものがあり、話題標識も含む。ホマーストルーム、ハラルド・フォーケル、ロバート・ハスペルマス、マーチニエ・トール、エズ、ハイダゴグロッタローグ2.7、イエーナ、マックス。 プランクインスティチュートフォーザ・サイエンスオブ・ヒューマン・ヒストリー、http://glottolog.org/source/languid//hayid1248b だ。エドワード・エイシベリアン・リンク・ウィズ・ NA デネ・ランゲージズ・デネ・イエニア・セイン・シンポジウム、アラスカ・ネイティブ・ランゲージ・センター、ユニバーシティ・オブ・アラスカ。 フェアバンクス、ありがとうございます。